皆さん、こんにちは。レック専人講師の鎌田です。本日はですね、諦め現金合格したクバ、これを見ろ。進化した鎌田式アルティメットの全貌ということでお話しさせていただきたいと思います。まずはですね、本年度行政書士試験受験された方はお疲れ様でございました。どうでしたでしょうかね。本年度の行政書士試験。 私のですね所感といたしましては、本年度はですね基礎法学であったり憲法、これはちょっと難しかったかなと、例年よりも難しかったかなというところですね。ですから、基礎法学であったり憲法、解けなかったとしても、正解問題数少なかったとしても、そこまで落ち込まなくていい。そしてまた、行政法について言えば、ですね地方自治法ですね。 こちらは非常に難しかったかなと、あまりですね、皆さんが目にすることのない条文知識であったりであ、をですね、聞いてきてますので、ちょっと地方自治法は全部取れなかったとしても、いた方ないかなっていうところですね。ですが、それ以外の部分ですね、基礎法学憲法行政法の地方自治以外の部分についてはですね、 特に民法については基本論点の問題というのが非常に多かったのでそこまで難しくなかったかなっていうようなあ感覚を抱いています実際にですねレックが集計したですね、えー、受験生の択一の平均点の方を見てみてもですね、例年よりもすごく択一の平均点が悪いというわけではないんですね 憲法行政法の地方自治法はちょっと取れなくても致し方ないけれどもそれ以外の部分が必要以上に難しいというものではなかったですからそれ以外の部分でどれだけきちんと正確な知識を持ってですね回答できたかっていうのが一つ勝負ポイントだったかなっていうところですねそしてまたですね。 メンタルの部分ちょっと今年は行政初心試験の試験員やってくれたなっていうふうにちょっと思ってるんですねなんでかっていうとですね皆さん大体試験っていうのは一番最初の問題から解き始めますよね一番最初の問題基礎法学ですよねその後に憲法ですよね 冒頭申し上げましたように基礎法学であったり憲法をこちら難しかったんですねなので、えー、試験の本番現場の受験生になったつもりで問題集を見た時一番最初から心を折られる受験生多かったんじゃないかと実際に今お聞きになっている方はどうでしたでしょうか試験本番始めてくださいって言われて問題集ペラッと巡ったえってなりましたかと で基礎法学終わってじゃあ憲法よし、えー、基礎法学はあんま対策するようなもんじゃないからまあ解けなくても致し方ないだろうっていう気持ちでですねよし憲法言ってみようと思ったらえもう基礎法学憲法頭の出だしからですねメンタルやられちゃった方非常に多いんじゃないかなっていうふうに思うんですね。 でそのメンタルやられた状態で行政法に入ってあ行政法の方の問題はあ,ある程度解けるなと思ってたら最後に地方自治法でクソ難しい問題出してきてですねまた、えっともう心折られると基礎法学憲法でえ点数取れてないかもしれないし行政法の地方自治法も一個も取れなかったかもしれないっていうですね落ち込んだメンタルで民法に入るで民法もお結構基本論点多いので解けるかなと思ったら一つだけですね 損益総裁という問題、えー、こちら見たこともないよっていう方もいるようなテーマですねそれが出てきて民法の最後の方でもですねまたあえっていう形で不安を煽られているでそのような憲法であったり基礎法学であったり行政法の地方自治法であったり民法の損益総裁であったりのダメージを抱えたままですね多子選択であったり記述 記述については、そんなに難しい問題ではない。また、多種選択についてもですね、必要以上に難しいというわけではなかった。ですが、そのようなメンタルで、不安の中で、正常な判断を持ってですね、記述であったりを解けたかなっていうと、なかなか試験の本番、現場、緊張状態、そしてまた3時間という時間の限度がある、限りがある中で、 実力を出せたかっていうとなかなか出せなかった方も多いんじゃないかなっていうところですね。そしてまた本年は誤りのものを選びなさいっていう問題も結構例年より多かったんですね。えなので、えー、マークミスですねこちらしちゃってる方結構いるんじゃないかなっていうふうに思っているところではある。 結論から言うと、ですね私の所管としては、基礎法学、憲法であったり、行政法、地方自治、民法で損益総裁といったところは出てきて、皆さん、心をくじかれてしまう部分というのはあったかなと思いますけれども、他の部分については、必要以上に難しいというわけではなかったですので、そのような難しいテーマで、心をくじかれてしまった人は、 本領発揮でできなななかかっったんじゃないかなっていてうところですねそしてまた、例年の、おまあ、例年というか、本年のですね、行政書士試験のレックの方の統計を見るとですね、記、え、述、ー、次第という方も結構本年は多いんじゃないかなと。 卓越については150点取れていれば本年はもう皆さんよく頑張りましたって言っていいと思います自分を褒めていいと思います150点ぐらい取れていてあとは記述次第だけどと不安になられている方今あお聞きになられている方の中にもいらっしゃると思いますけれども150点を取れてた方は自信を持ってください。 もし仮に記述の点数がですね、辛、え、め、ー、につけられてしまって180点届かなかったとしてもですね、150点を本年の試験で卓一で取れている、それは一つ自信を持っていただきたい、私は頑張ったんだよと、このままいけば合格できるんだよっていうふうに、自分、言い聞かせていただきたいと思います。 以上が私の行政書士試験本年度の試験に関連するまずは所管になりますねそして動画見られている方の中に記述不安になっている方もいらっしゃると思いますその他にもですねこういう皆ほの皆さんはどうでしょうかねどうでしょうご視聴いただいている方はなぜこの動画を見てみようと思われましたでしょうかと 記述で、えー、次第で、えー、もしかしたら180点超えてないかもしれないけど、来年に向けてですね、少し考えておこうというような方、それ以外の方々はどうでしょうかこういう方多いんじゃないでしょうか行政書士試験を受験したんだけれども、いい感触がない。だけど、 自己採点したんだけれども、いい結果ではなかった。だけど、勉強時間が足りずに受験しなかった。だけど、法律は独学でどうにか勉強した難しい。だけど、行政書士試験合格してですね、このバッジ、行政書士になって、 行政書士として活躍していきたいという方が多いんじゃないでしょうかねだからこそこのような動画を見られている諦めてないからこそこのような動画を見られている是非ですね諦めないでいただきたいんですね 行政書士試験合格すればですね行政書士になれます私も日頃実務で働いていますけれども行政書士っていうのは非常に夢のある仕事ですからね扱える業務としては1万種類以上あると行政書士言われてます1万種類以上あればですね皆さん絶対にやりたいことを見つかります実際に私の知り合いの行政書士でもですね自分の趣味 自分が楽しいと思うことを仕事にされている方も結構いらっしゃいます。いわゆる、うーまあアニメキャラであったり、コスプレであったりですね、そういったことが好きなあ先生がですね、そういった活動を支援する、そういった活動に関わるですね、何らかの手続きというものをサポートしますよっていう形でお仕事されている方もいますし、また、 自分の趣味だけではなくてですね行政書士っていうのは皆さんが今まで働いてきて培った知識っていうものを生かしやすい職業でもあるんですね化粧品関係で働いていたんであれば化粧品関係の許認可手続きに様々ありますまた医療関係で働かれていたんであれば医療関係の手続きというものも当然あります さらに企業でホーム部門で働いていたという法律を契約書のチェックなどをされたことのある方はですね当然のことながら行政書士っていうのは法律家ですから町の法律家と言われるぐらいですね法律を扱う仕事ですからホームで培った契約書 をチェックする能力っていうのは実務でもですね特に私など企業相手に、えー、契約をしたりすると契約書のチェックなどは非常に多いですねそれぐらい行政書士っていうのは夢のある仕事ですから 皆さんが絶対にやりたい仕事っていうのは見つかる一般の企業であったりだとなかなかですねやりたくもない仕事をやらなければいけないという部分もありますけれども行政書士になって自分の好きな仕事を見つけて自分が仕事を楽しいと思ってそれでお金をいただける非常に夢のある仕事ですので是非ですね頑張っていただきたいこれをまずは皆さんにお伝えしたい 本日のガイダンスのテーマにもありますように諦め厳禁とありますよね本番の試験で、えー、心を折られてしまってまだ傷が癒えない方が動画をご覧になっているかもしれないだけれども傷が癒えないけれども動画を見てみようっていうのはもう一回頑張ってみようという気があるからですよね過去は変えられないですけれども今一度頑張ろうという気が あって動画をご覧になっているわけですからぜひ諦めでないでいいいいでたたただだききいというとうころを申し上げさせていただきますその上でですね本日動画見られてるという方はもうちょっと頑張ってみようと思ってるよとで今先生が申したようにですね行政書士試験っていうのは非常に夢のある仕事なんだよし行政書士になりたいもう一回受けてみようっていうふうに思っていただけてる方 いたら非常に嬉しいいですねいらっしゃると思いますけれどもじゃあどうすればいいんだというところですよね。どうすればいいんでしょうかとまずは行政所持試験は簡単な試験ではないっていうところをですね今一度思い返していただきたい。 一般合格率は10%前後、例年10%前後ですね。10人に1人ぐらいしか受からないんですと。予備校の利用者、通年講座を利用されているような、1年かけて勉強している方でも合格率は50%前後ですね。 頑張っってて勉強ししもうまくいいいかない方はいらっしゃるわけですねそしてまた行政書士試験に合格するための勉強時間っていうのは一般的に500から1,000時間と言われている期間としては最低半年は必要だというふうに言われてるんですね簡単な試験ではないんですと難易度の高い試験なんですと一発合格できる人は多くはないです 逆に一発では合格できる人は少ないですけれども2から23回目ですね1から3回目の間で合格つかみ取る人が多い特に23回目ですね23回目で合格つかみ取る人が多いですから落ち込まないでくださいっていうのはねこれからどうやって勉強していこうという点においてはですね一つ落ち込まないでくださいと。 難しい試験に挑もうとしていること挑んでいることに自信を持ってくださいということをこれからどうしようということを考えるにあたってはですねちょっと心の奥底に留めておいていただきたいんですね。 自信を持つということは、今後の勉強にも生きてくる、これからどうしようかっていう話はおいおいお話ししていきますけれども自信を心の底で持つ自分は頑張っているんだあ諦めなければ合格できるんだっていう気持ちを持つっていうのが非常に大事になりますので、えー、この点についてはですね心に留めておいていただければと。 世間一般ではですね行政書士試験というのは簡単なんでしょうとかあネットの情報など見ると行政書士試験は法律の国家資格の中でですね取りやすい資格ですよとかあ書かれていると思います言わ,れるとおこと言われたことのある方もいらっしゃると思います言われたことのある方はその人に言ってあげてくださいじゃああんた受けてみてと簡単なんでしょと受けてみてと合格したらあね私ご飯おごるからとかね 言ってみてくださいと。多分その人分かったよじゃあ受けてやるよ簡単だからよつって受けて、えー、いざ本番受けたら多分その方はああってなると思う言わなきゃよかったそんなこと言わなきゃよかったってなると思います。確かにですね。行政書士試験っていうのは過去を振り返るとそんなに難易度高くない時期っていうのもあったんですね。 ですが、例年はですね、非常に難しくなってきています。司法,司法試験よりも難しい、えー、問題というのも出てきています。実際に知り合いの弁護士の方に行政書士試験の問題を解いてもらってもですね、満点取れないですね、弁護士の人でも。 まあ当然弁護士の人の中には満点取られる先生も多いと思いますけどお弁護士の資格を持ってても取れない人もいるのは事実なんですね満点を行政書士試験で取れない先生いるっていうのも事実なんですね。それぐらいですね難しい試験に皆さん挑もうとしているわけですからあー、ね、周りの声にあだこうだああ言われてもですね落ち込むことなくですね是非頑張り続けていただきたいと思います。 そしてまた先ほど23回目で合格する人が多いということを申し上げましたが何で23回目に合格する人が多いのかっていうとでですすね、ね。こちらなんです、ね、法律の能力を獲得するには非常に時間がかかるんですね横軸が時間で能力が縦軸だとするとご覧ください。最初の方なかなか能力上がらないですよねですが一定のところから一気にぐんと能力っていうのは上がり始めてますよね。 法律っていうのは非常に有機的に関連しているう。皆さんもすでに法律勉強したことがあって、行政書士試験受けた方のある方は実感されてると思いますが、法律っていうのは様々なところの知識っていうのが前提となって今勉強している知識っていうのがあるんだなと。となってくると、法律全体の知識がある程度入ってきて、知識と知識のつながりが分かってくると一気に 電気が走るんですね細胞と細胞がつながって一気に神経が走るんですねそうなると能力っていうのはぐんと上がっていくんですね 法律っていうのは有機的に関連してますのでその法律の全体的な知識をつかむのにまずですね時間がかかるで全体的な知識と知識のつながりっていうところが分かり始めてくるとぐんと能力が上がってくるそして法的思考応用問題にも対応できるようになってくる見たことない問題に対応できるようなあ推測力法的思考ができるようにもなってくるんですね。 だから1回目はここの段階ですよね全体像をつかむっていうところに時間がかかりすぎて、えー、伸ばすっていうところまでいかなかったっていう方も多くいらっしゃると思います2回目3回目以降はここの伸ばすっていうところに入ってるわけですからね諦めないでほしいんですと逆に今から勉強しなくなる諦めるとどうなるかと。 あとで、えー、やっぱ、悔しいからっていうことで、数年後にですね、行政初心試験、やっぱリトライしようって言って、数年後にリトライするとどうなるかっていうと、法律の知識ってですね、勉強しなくなると一気に落ちていくんですね。そうなってくると、またゼロからベース作りから、当然ね、 過去、数年前であっても法律は触れてますから前よりかはこのベースを思い出す時間っていうのは短縮されると思いますけれどもでも、それでもですねこのベースを,を築き上げるっていうのに何年か経ってからやるってなると時間かかるんですね。 今あ、皆さん、あ行政書士試験を受けて、まだ法律知識、新鮮でですね、ここまで知識というものがあるんだったら、今やめてしまうと、ここからもっとガーンと落ちてしまうんですね、非常にもったいないことになる。だから、ぜひ、本日動画を聞かれている方は、特に諦めないで、あとは、ぐんと能力を伸ばすところまで持ってってほしいんですね。じゃあ、どうしましょうかと。 ね、2年目以降効率的に学習していくためにはどうしていきましょうかっていう本題の方に入っていきますけれども2年目以降はですね基本的ににはアウトトプットが合格の鍵になっていきますなぜなら今まで皆さん勉強してきてですねテキストであったりですね問題集であったり基本的な知識や判例っていうものは知っているわけですよね。 だけどいざその問題を解こうとするとですねあれどうだったっけなとかああいう形で、えー、正確なのでインプットとしては知識を知ってるか知らないかっていうところで言えばあ結構できてる方が多いですね2年目以降は。 なのでそのインプットの知識を正確にしていくまた言い方変えられても答えられるようにするまたあーインプットした知識からあー見たことない問題が出てきても推測できるようにするためには訓練アウトプットが重要になってくるんですねアウトプットすることで知識として定着してきます 数多くのアウトプットをこなす問題演習をこなすっていうことが効果的な対策につながっていきますとまたですねテキストを読んでてもよくわからないという点があったとしてもですね問題を解いて解説を読むことで理解できたっていうことは非常に多いですからね2年目以降は積極的に問題に着手して応用力を鍛えるっていうのが大事になってきますそのためにはですね 当然のことながらあ適切な参考書を揃える必要性がありますよね。自分にとってベストな勉強計画を考える必要性もありますね。モチベーションを維持する必要っていうのがあ要求されますね。特にこのモチベーションを維持するこれが2年目になってくると2年目3年目になってくると1年目より大変なんですね。 ななぜなら1年目っていうのはまだ知識としてないものを勉強しますから出てくる知識出てくる知識が新鮮味をもってですねまあ難しいなかなか覚えられないという苦痛はあると思いますけど新鮮味はあるんですね1年目は。だから新鮮味がありますから頑張って勉強しようあこういう知識もあるんだこういう知識もあるんだっていう形でですね新鮮味があるのでモチベーションっていうのはどうにか1年目は維持しやすい。 だけど2年目3年目になってくるとですね見たことある知識が多くなってくるんですねそうなってくるとね、見たことあるものを同じ本を何回も読めって言われたらですね皆さんどうですね、1回目は楽しく読みましたけど2回目3回目はもうなんか惰性になってきますよねもういいよっていう風になってきたりもしますよね頑張るモチベーションっていうのがどん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 落ちてきてしまいますよね だから2年目以降っていうのは特にこれが大事なんですねモチベーションを維持するっていうのが独学で今申し上げたようなところをどうにかすることもできますしかし現実問題としてどうでしょうかっていうとどんな参考書がいいんでしょうかどうやって計画的に学習していったらいいんでしょうか そしてまたモチベーションここが維持っていうのが一番難しいと感じるところじゃないでしょうかとなので2年目以降の学習に適した予備校の利用っていうのがコストはかかるけれども結果としては効果的なですね効率的なですね、えー、合格につながることが多いんですねただ 予備校を使うってなると当然のことながらコストっていうところはかかるわけですよねだからもし仮に予備校を使うであれば独学でやるともっと時間かかっちゃうかもしれない受験勉強してても実務に出てですねすぐお金稼げるか受験中に勉強した知識でお金稼げるかっていうと稼げないですからね。 独学で時間がかかっちゃうぐらいだったら予備校を使って、えー、短い時間で来年こそは合格するぞとコストはかかるけど来年こそは合格するぞっていう意思があればですね来年こそは皆さん合格つかみ取ることできると思いますので独学でもどうにかなりますだけれども今申し上げたようなところ 参考書どんなのがいいんだろうかどうやって計画的に学習していったらいいんだろうかどうやってモチベーション維持していこうかっていうところに不安を持たれている方がいらっしゃるんであればぜひですねコストはかかるけどコストかけてでも今年中に来次ですね次の試験は合格するんだという意思を持って勉強をすればですね また予備校の講師私も含めそうですけれども皆さんの合格特に中上級高生になってくると合格してほしいっていう思いは強くなってきますのでそういったあコストはかかるけれども短い期間で合格して早く行政書士としてお金を稼ぎたいと思われている方はですね 結果的には効率的な学習に予備校を使うことが繋がってきますので、コストはかかってしまうけれども、一つですね、予備校の利用というところも検討に入れていただければというところになります。そこでですね、えー、ガイダンスの タイトルにもありますように「蒲田式アルティメットの全貌」ということで中上級コースで私が担当しているのがこの「蒲田式アルティメット」という講座ですのでどんな風に勉強していくんだろうかとね初めて私を見ている方もいらっしゃるかと思いますけれども私こいつがですね どんなあ授業をアルティメットというところでするのかあその授業は自分に適しているのかどうなのかっていうところを確認していただければと思いますか田式アルティメットの全貌ですこれなんだと思います皆さんお星様ここにお星様書いてありますけどこのお星様ですね 実は試験におけるでですすね、ね。出題の傾向です、ね、まず当然のことながら試験で多く一番多く出題されてくるのは基礎知識であったり重要テーマであったりいわゆる予備校などでは A ランクと言われる重要テーマ品質テーマが当然のことながら多く出題されてくるわけですね。そのの上でで B ランクであったりの 品質のテーマであったたり、または基礎知識重要テーマのお話のちょっと応用的な問題っていうのが出てきたりするんですね。さらに毎年見たことないようなクソ難しいですね問題っていうのは出てくるんですね。未知の問題っていうものが出てくる。 このように各単元ですね。まあ憲法とか民法とか行政法とかいろいろありますよね。各単元ですね。基礎知識、重要テーマ、品質テーマから中心で問題っていうのは多めに出てくる。だけれどもみんなが勉強してるであろう重要テーマばっかり、基礎知識ばっかりだと合格者っていうのをね、いっぱい出てきちゃうわけですよね。 みんな180点超えてきちゃいますよね。だから応用であったり非品質のところからも問題出してくる。また未知の問題というものも出してですね、受験生の人に、まあ試験ですから、まあ心理的なね、試験作成者との戦い。まあ未知の問題見てメンタルをですね、ちょっと傷つけて正常な能力で問題解けましたかっていうところも本番の試験では見てるわけですね。 ただ合格のためにはこれすべてを頭に入れてなきゃ合格できないっていう試験ではないんですね行政書士試験っていうのは。180点点が合格点で,すよ、ね、でこのうち、えー、どこ取れれば180点いくかっていうとこの部分なんですね基礎知識重要テーマのところの問題を落とさない。 そして、その上で、えー、応用的な品質,品質の問題であったりを、できる限り、えー、点数取っとけばですね、これ180点を超えるようにできてるんですね。未知の問題っていうのは解けなかったとしてもですね、180点は超えられるんですね。だから、皆さんが勉強するにあたっては、この部分をどうするかっていうのを考えなきゃいけない。 基礎知識重要知識品質テーマをどう勉強するかまた応用的な問題であったり非品質の問題をどう勉強するか特に応用的な問題については法的思考というものを見たことないけれども基礎重要テーマの皆さんが勉強したことある知識をベースにすれば推測で解けるっていう問題も結構ありますからねそういった推測力をどうつけるか。 場合によっては、これ未知の問題も基礎的な重要な知識のですね、応用で解けてくることも、まあまああるんですね。だから、これから皆さんが勉強するにあたっては、ここの部分ですよね。180点取れば合格できて、重要なところをベースにいっぱい出てくるんだから、ここで外さないような勉強法どうやったらいいのか。また、応用であったり未知に対応するための法的思考っていうのはどうつかんでいったらいいのか。 ここが大事になってくる。ここに配慮してるのが、この鎌田式アルティメットっていう講座なんですね。鎌田式アルティメットについては、後で、えー、講義の内容的なところはパンフレットを使いながら、あどんなあ流れでやっていくのかっていうのを見ていきたいと思いますが、大まかにはですね、えー、2つのパーツで構成されてるんですね。知識確認編と演習編。 で知識確認編では今申し上げました、この基礎、重要なところをきちんと固めていきましょうよと、そして演習編ではです、ね、応用知識をつけたり、または応用的な問題を取り扱うことによって、この応用的な問題は基礎の知識から推測できるよねと。 いうような法的な思考方法としてはどのようなものがあるのかっていうのをアルティメットの講座の中では取り扱っていきますとそしてまたですねアルティメットっていうのはカリキュラムもですね行政初心試験皆さんが戦う敵に合わせたカリキュラムになってるんですと。 皆さんご存知のように、合格点は300点満点中180点ですよね。だけれども注意していただかなきゃいけないのは、180点中ですね、最低基礎知識、一般知識ですね。今まで勉強されてた方は、一般知識っていう単元のところですね。56点分あるところ、一般知識っていうところ。本年からはですね、 令和6年の試験から2024年の試験からはちょっと一般知識のところの精度が変わりますので、えー、ちょっと違うので私はこれ基礎知識っていう風に呼んでますけど今までの試験だったら一般知識のことですね。 でここで最低24.6問分取らなきゃいけないっていうのは注意ですよね。180点中ので合格だけど、最低一般知識、基礎知識で24点取らなきゃいけないんです。となるとですね、これ最低一般知識、基礎知識で24点取らなきゃいけないっていうことは、あ180点から24点いたら156点ですね。法令で最低156点取ってれば合格できる試験ですよね。 これが敵ですよね。じゃあこの敵の弱点どこかっていうと法令科目の得点ウェイト見てくださいご存知の方多いと思いますけど民法法行政法だけでで点あるんですね。どうでしょう法令で最低で156点取ればよくて民法行政法で188点あるんですよ ね、ここ重点的に勉強してここでもし仮に点数取れなかったとしても憲法であったり商法会社法であったり基礎法学であったりでプラスアルファですねフォローしていくフォローできるぐらいの点数は確保できる勉強をしていればですねここ中心に勉強してあとはフォロー何問かねフォローできるような勉強をしていけばこれ156点は超えられそうですよね皆さん。 さらに、記述、これ60点のウェイトがありますので、えー、非常に高いウェイトを持っている、だから記述制するものを試験制すると言われるようにですね、ここもある程度は対策しておかなきゃいけない、で基礎知識、えー、前のお話で一般知識、皆さんのおよく知っている言葉で言えば一般知識についてもこれ最低24点取らなきゃいけないと。 じゃあこの最低24点はどうやって取っていくんでしょうかっていうと個人情報保護法と文章理解、ここは勉強すれば点数取りやすいですので、えー、ちゃんと勉強していきましょうよと、また令和6年、2024年度からはですね行政書士の業務に関連する法令というものも出しますよということで戸籍法であったり行政書士法であったりですねそういったようなところからも出てくる。 だけどそれらは法令科目になりますからあねっ何とか法って書いてあるようにね勉強しやすいですよね範囲が限られてますから一般知識であったり基礎知識と言われるところで最低24.6問をどう確保するかっていう観点から試験対策はしなきゃいけない当然のことながら皆さん限られた時間の中でこの点数を取らなきゃいけないということは タイムパフォーマンスがいいところを勉強する勉強して得点につながりやすいところを勉強するとなるとどこかっていうと範囲が限られているものであればそこから出てくるわけですから勉強しやすいですよねなので、えー、基礎知識と言われる単元では範囲が限られているようなところはまず固める行政書士業務に関連する法令公籍法であったり行政書士法であったりですねそういった法令 を見るとか個人情報保護法を見るとかですねそしてまたこれ基礎知識とあるように踏み込んだ知識が聞かれてくることは少ないですからあ基本的なところを押さえては解けるっていう問題も結構多いんですねだかここに時間かけましょうよとまた文章理解もこれはテクニックで解ける部分も非常に多いですからあテクニックっていうものを身につければいいと そうすれば、この行政書士に関連する業務であったり個人情報であったり文章理解に時間かければこれ6問は取れてくるここでカバーしておけば6問は取れてるプラスアルファ、他の分野でですね、えー、点数が取れればより合格っていうのは近づいてくるわけですよねこういったところに配慮しているのがですねアルティメット講座になるんですね。 先ほど見ましたようにアルティメット講座っていうのは試験での出題傾向に配慮してカリクラムっていうのが組まれてるまた合格点から逆算したですね試験対策上の政策的な観点から行政書士試験の急所を攻めるっていうのを意識している講座になるんですね。じゃあ実際にアルティメット講座っていううののはどのような形で、えー 構成されているのかっていうのをこちらのパンフレットを見ながらやっていきたいと思いますがパンフレットをお手元にお持ちの方はお手元のパンフレットをご覧いただきながらですねまたお持ちじゃない方も今画面見ていただければ大丈夫ですので画面を見ていただければと思いますまずですねアルティメット講座のページで言うと アルティメット講座は38ページ39ページに、えー、アルティメットコースという講座がありますご覧いただいて、えー、お分かりのようにですね先ほど申し上げました構成としては2つに分けられていますね 知識確認編と演習編と基礎知識をまずは固めていきましょうさらに応用知識であったり法的思考であったりを養う演習編が用意されているそしてまた 出題、ウェイトにも配慮してますよね。民法、行政法、188点ありますから、ここ多めに基礎知識も確認しましょう。また、演習編でも多めにやっていきましょうという形で対策がされている。さらに、特徴的なのがですね、ジグザグ学習方式ということで、重要知識確認したら応用的なところ確認して、で、次の法令1点、 でまた重要知識確認して、えー、演習やってと重要知識確認して演習やってっていう形で、えー、授業は進んでいくんですね。こうすることによって皆さんのお能力ですね やっぱり知識を確認してからですね、えー、ね全部終わってからじゃあ応用的な問題解こうってなるとその時にはもう基礎的なところ抜けちゃっててですねベースが抜けてたら応用的なところも考えられない、えー、っていうことになっちゃう非常に、えー、もったいないですよね。なので、えー、基礎的なところやったら応用的なところ基礎的なところやったら応用的なところっていう形でジグザグに進んでいきましょうよっていうことになってるんですね。 さらに、記述については、ウェイトが大きいですから、60問解きまくりっていう形で、記述問題について皆さんと一緒に考えていきましょうよと。さらに、文章理解については、特訓をすれば、訓練すれば、テクニックを身につければ、正答率安定してきますので、ということで、文章理解特別特訓というものもくっついていますよと。 その他一般知識2回ありますけれどもここでは行政書士に関連する業務であったり個人情報保護法であったり勉強すれば時間が勉強すれば点数につながりやすいところを知識確認編で確認をしていきましょうという形になっているんですね。 なお、商法会社法の部分についてですね、アルティメットの演習編という形で問題がないですけれども、商法会社法についてはですね、 点数ウェイトが20点分しかない、またですね、商法解消の分野は、そんなに応用問題っていうのは出ないんですね、基本的な知識から出ることが多いので、応用的な問題は、講義の中で扱わなくてもいいでしょうという形で、円周編には含まれてはいない。 だけれどもですね、問題集としては、きちんとアルティメット・独グ問題集ということで皆さんに、えー、配布されますので、問題集としてはありますので、えー、復習の際にですね、えー、基礎知識を確認した後に、えー、ご自身の復習で講義はないですけれどもお、アルティメットの問題集の問題もプラスアルファしていただければという形になります。またですね、 アルティメットオリジナル直前ズームフォロー講義ということで直前期のモチベーションなかなか維持しづらいですよねそこでアルティメット講座では直前ズームフォローという形で全6回になりますがよいしょ 試験までの区、期間ですね、9月から11月頃は、あ大体皆さん一人で講義なんも聞き終わってですね、一人で学習する時間になっていくんですね。そうなると一人旅ですから、あー不安であったりね、 モチベーション維持っていうのが特に困難になってくるところでもあるんですね。えなので直前期9月から11月の頭ごろにかけてですね直前期。 に直前期の過ごし方であったり今年狙われるであろうまあ予想論点のところですよねそこの問題を解いたり知識を確認をしたりというのを皆さんと一緒にですねこれズームを用いてお話ししていきたいというふうに思っているこれがくっついてるんですねアルティメット講座には。 アルティメット講座通信のみになりますので、えー、知識確認であったる演習編は事前に収録したものを皆さんがお聞きになることになりますがこの直前 Zoom フォローゼミは試験当日にお聞きいただければ Zoom に参加していただければ生の私が話させていただきますので直前期に生の私とともにです、ね、その直前の不安しんどい時期を乗り切っていきましょう。 というのがこの直前ズームフォロー講義になってきます。以上のようにアルティメットのカリキュラムとしては知識確認で基礎的なところを抑えましょうね。 そしして演習編でで応用的なところをつかんでいきましょう。基礎から応用基礎から応用基礎から応用への架け橋というようなものを意識して授業っていうのは進んでいく試験におけるウェイトの高い記述についてもフォローしてますよまた文章理解ここについてもフォローをしている一般知識について文章理解以外の勉強すれば点取りやすいところについても2回ではありますけれどもフォローしてます をしているここで6点落とさなないいよよようううににに足切りに合わししましょうよと直前期にはモチベーション維持が困難になることもありますから生の私のズーム講義に参加して今一度直前期の、うん、しんどい時期を乗り切っていきましょうというのがアルティメットコースですね。 じゃあ実際にどのような形で知識確認とかあ演習編とかの授業が進んでいくんですかというとですねそれが次のページですねアルティメット講座の知識確認編ではですね、えー、私のオリジナルレジュメこれ、えー、使っていきます例年は180点アルティメット講座っていう講座だったんですねだけども本年から私の名前がついたんですね蒲田式になった 180点アルティメット講座の時は使用教材が市販の本屋さんで売ってるですね、教材だったんですね。だけどそれだと情報量がちょっと足りない。だからそこがちょっと私としてもですね、ネックだったんですね。ですが本年からは蒲田式とありますように私がこれオリジナルのレジュメ 作っていますそしてこのオリジナルのレジュメについては見ていただいたお分かりのように文字結構ありますよね情報結構詰め込んでます合格に必要な情報を集約してますさらに文字だけだと眠くなっちゃったりしますから図解で知識の整理イメージがしやすいようにできる限り図というものも入れ込んでいます 授業は知識確認編はまずですね足別の過去問題集この問題集の重要度 A を皆さんに解いてもらいます各テーマ通信の画面のところで、えー、今からこのテーマ入りますまずはあこのテーマに関連する皆さんの知識はどれぐらい残っているかを確認しましょうっていう意味で 一,問一答の問題集の重要度 A を解いてみてください画面止めてください画面止めて解いてみてくださいっていう時間を取りますでその問題を解いた後にここでですね重要度 A の問題結構間違えちゃってたってなったらそれは知識が曖昧なな部分になりますよね皆さんがちょっと頑張って勉強しなきゃいけないんだなって。 そういうい自分はあ今現在どの程度のレベルがあるんだ重要度 A の問題をですね結構間違えちゃってるっていう単元は皆さんしっかりと勉強しなきゃいけない、えー、さフォローしなきゃいけないんだなっていう意識を持ってほしいんですねそのために重要度 A の問題をまずはあ知識学人編の授業の中で解いていきますでその上で、 重要度 A 解いていただいたらその単元についての知識ですねオリジナルレジュメを用いて知識確認を行っていくとで復習の際にはこれですね知識確認編の復習の際にはあ一問一答の問題集重要度 A のものしか扱いませんので B とか C とかもあるわけですよね、えー、復習で復習で B とか C とかの問題を解く。 またた重要でで間違えちゃったものを解くとで、えー、この問題集で解いた知識でテキストにないような知識が出てきたらこれは押さえといた方がいいかなっていうふうに思われる知識が出てきた場合には空白ありますよね余白ありますよねテキストの余白などに書き込んでいくんですね知識であったり問題演習で出てきた知識であったり気づきを余白にメモしたりして 自身のオリジナルテキストを完成させてほしい情報の一元化っていうのが非常に大事になってきますからね特に試験の直前期になってくると何を見かしたらいいのかと短期間で効率的に見直す教材を日頃の勉強の段階から作っとくっていうのが結構大事になってくるんですね。 だその意味も込めてですね、オリジナルテキストの空白の部分などに復習の際に気づいた点であったり知識としてプラスアルファーしといた方がいいかなっていうのを復習の際に書き込んでいくんですね。これが知識確認編の流れです。 問題解いて講義聞いて復習の際に BC の問題をちゃんと解いて気づきであったり何なりがあったら復習の際に余白に書き込んでいって情報の一元化作業をするとこのような形で手を動かすっていうのも非常に大事なんですね手を動かすことによって記憶の定着知識の定着正確性っていうところにも生きてきますので、えー、知識学人でそういうふうに授業をやっていく。 その上で、えー、演習編に入った場合については、応用的な問題ですね、えー、応用的な問題、これ、行政書士試験に限る司法試験、公務員試験など、さまざまな試験で出てきた問題を取り扱います。 これ他の資格の問題解いて、えー、意味あんのかよというふうに思われる方いらっしゃるかなと思いますけど同じ法律科目法令科目の試験である以上ですね、行政書士試験で過去出した問題からあー問題出してたら みんな解けちゃいますよね、行政書士の過去問というのは絶対みんなやるわけですから、みんな解けちゃう、だから行政書士試験の過去問と全く同じ問題は出せない、かといって、ま、えー、っさらな状態から問題作るっていうのも大変ですよね、そうなってくると、他の国家資格で、法律資格で出ていた問題を参考に問題作られるということもあるんですね。 なので、他の国家資格の問題を解いておくっていうのは、同じ法律の問題である以上、ですね、行政書士試験においても非常に大事になってくる、また応用的な問題であれば、法的な思考っていうところもですね、考えられるっていうことになってきますので、アルティメット講座の演習編では、このアルティメット問題集を使うと。 でアルティメット問題集で出てきた問題で解説のところを復習の際に見ますよね復習の際にきちんともう一度見直して解説のところを見ていきますよねでこの時にあプラスアルファの情報が出てきたなってなったらまたこの復習の際のプラスアルファの知識をテキストに書き込んでいくんですね情報の一元化を図ると。 これが結構大事ですね。そうすることによって直前期に皆さんのオリジナルのノートと戦略ノートというものが出来上がるとそのほか記述での問題であれば実際の本番に近い形で記述の問題が出ている文章理解についても実際の問題に近いものをのテクニックどういうものがあるのかなっていうのを考えながら解いていきますよっていうことになります。 また、ですね、行政書士の過去問集これもくっついているんですね、皆さんに。ただ、ですね、これは授業では扱いません、復習の際に、これもプラスアルファして解いてくださいというものですね、なぜかっていうと、過去問もう皆さん、すでに解いてる方、結構多いですよね、なのでここ、この過去問集をもう一度皆さんと一緒に解きましょうっていうのは、すでにもう皆さん解かれてる、やり込んでる方も結構いるわけですから、ちょっと 非効率的かなとなので、えー、復習用にくっつけてはありますので、えー、復習の時にですねこれは解いていただければとで最後になりますが六方もついてるんですねでこの六方っていうの非常に大事にしてほしいんですねうん今までの受験で、えー、ちゃんと序文見てましたでしょうか今動画お聴きの方 条文は面倒くさいから見てなかったっていう方多いんじゃないでしょうかだけどですね条文をちゃんと見るっていうのは非常に大事なんですね条文をちゃんと見るっていうのは全部の条文見ろっていう話ではないまあ,あもちろんですね単元によっては全部の条文ちゃんと頭に入れてくださいと行政手続き法とか特にですけどねっていう単元もありますけど全部見ろっていう話じゃないんですね条文をちゃんと大事にしてててくくだだささいっていい見っうのは 問題集で条文出てきますよね。問題集で解説のところに。また、テキストとかでも条文出てきますよね。そういったテキストで出てきた条文。また、問題集で出てきた条文。アルティメット問題集でも出てきた条文と。これらの条文っていうものをですね、きちんと法令集にあたって見てほしい。 法令集にあたって見てほしいで見る際には解説であったりテキストとかに「丸序丸子って書いてあったら他の項もあるはずですよね解説とかにこれだけあったら他の項もちゃんと見てほしいんですね。 なぜなら、試験の問題、過去、1個出したよと、1個を全く同じ問題出したら解けちゃうから、みんな。だから、じゃあ、全く見たことないの出しちゃうと、これ解けないかな、と。となったら、見たことあるけど、ちゃんと勉強してれば解ける人、すなわちは、何条1個を,だを過去出したんだったら、この条文は見てるよね。じゃあ、今年は2個出そう、3個出そうとかですね。そういう形で、えー、試験っていうのは問題出されてくる部分もあるんですね。だから、 この条文他の子も見るっていうのも大事にしてほしいで、その際にはですねきちんとマークしてほしいんですね手語化してほしい 原則的なところは黄色とかですねキーワードはちょっと強調した色をつけるとかですね例外的なところはオレンジとかそれぞれ皆さんご自身に合った形で,でいいので法令集にもマークをしてほしいこういう形で日頃の勉強をしていってテキストに情報一元化しますねさらにテキストに情報一元化してさらに法令集にも出てきた条文マークしてますよね だから法令集にも色がついて色がついてる条文は非常に大事なんだなという形で直前期は、ね、9月とか11月まではこのテキストと法令集だけを何度も何度も繰り返していれば大丈夫っていう状態を作り上げてほしいんですねそしてこのテキストと条文を何度も何度も繰り返すことによって知識っていうのを正確にしていく正確な知識で試験に臨んでほしいと。 これがア,アルティメット講座になりますアルティメット講座以上の点を意識しているんだよ具体的には今パンフレットで見たところになります最後になりますけれども合格のために大切なことこれお話しさせていただきたい試験合格のために大切なことはあ法律学習の王道に立ち返るっていうことですね テキストに現れる言葉の定義と判例の用紙っていうのを丁寧に丁寧に読みましょう過去問等においてどのような形で出題されているかっていうのを確認しましょう六方を引いて条文に何と書いてあるかを確認しましょうこれらの繰り返しを怠らないことそのためにモチベーションを維持することこれらが法律学習の王道になりますこれらの王道の繰り返しが合格の近道です 何事もそうだと思いますけれども、まあ、スポーツで言えば野球で言えば大谷さんですよね将棋で言えばあ藤井君ですかね,、えー、ねすごい偉業成し遂げてますけどその方々はその偉業にたどり着くまですごい成果を出すまでの間には。 特別ななこことはそこまでしてない何をしてるかっていうと基礎的なことを何度も何度も繰り返し繰り返し研究し研究しモチベーションを維持して頑張ってきたから成果ができて出てるんですね。 また料理もそうですよね、えー、凝った料理よりも結局はシンプルな料理の方があ人生最後に食べたい料理としてあげる方が多い、えー、そしてそのシンプルな料理がといっても美味しい美味しくないっていうのはあるわけですよねオムライス卵焼きがめちゃくちゃ美味しいお店はそのオムライス卵焼きのシンプルなものをみんなに喜んでもらう 料理人として成果を出すために何にシンプルなものを作るためにシンプルな訓練シンプルな練習というものを何度も何度も繰り返して繰り返してそこまで行き着いてるわけですから法律の学習っていうのもこの王道の学習っていうのが非常に大事になってくるんですね。アルティメット講座を取らない…えー 方他の講座を取る方であってもまた独学で、えー、挑もうという方であってもですね本日この動画をお聴きいただいている方は行政初心試験合格しようという気持ちがある方ですから是非ですねどういうふうな勉強の仕方をしようともこの繰り返しが大事になるというところは意識をしておいていただきたいと思います。 何事も頑張ったからといってですね、必ず報われるとも限りません実際に試験に、えー、いい結果にならずにですね、落ち込んでしまっている方も事実としていらっしゃると思いますですけど諦めたらそれ以上はありませんのでで動画を見てるっていうことはもう一回頑張ってみようっていうような意思があるからこそ見てるわけですよね そういった意思があるのに諦めてしまうと数年後後悔が残ります。で、後悔をが残っているので数年後やろうとしたらまたゼロからの勉強非常に時間かかっちゃうということにもなってくる。諦めるんだったらもう燃え尽きた。後悔はないというふうに試験終わってから言えるレベルまで頑張るべきです。 将来的に後悔が残ってるからもう一回、えー、リトライしようって思わないぐらい後悔はないっていう人はもう諦めていただいてもいい。だけどそうじゃない方はぜひ諦めないでいただきたいと思います。今年こそ合格。 絶対合格していきましょう。ということで、えー、本日のですね、私の諦め現金合格したくば、これを見ろ。進化したかまたしきアルティメットの全貌のお話、終了させていただきたいと思います。ぜひですね、アルティメット講座取っていただける方は、また講座の方で一緒に頑張っていきましょう。それ以外の方もですね、どのような形であれ、諦めずに、ぜひ、 この動画を見てるということは、ね、そういうことですから、ぜひ、今年こそ合格していただければと思います。以上、レック専任講師、かまたでした。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。頑張ってください。